クルルは東京都府中市の府中駅南口に立地する複合商業施設。2005年3月17日開業。府中駅南口市街地再開発事業計画により建設された。施設管理者は府中市などが出資する株式会社ホルマ。所在地は府中市宮町一丁目50。キャッチフレーズは府中の真ん中、あったかパーク。名称のクルルは 建設中に現場から出土したくるる針にあやかっている。府中駅南口市街地再開発事業計画の一環として1995年に閉店した西遊府中店と駅前商店街を含む跡地にオープンした。管理運営は同じく府中駅南口再開発で建設されたホレストサイドビルを管理運営する株式会社ホルマが行う。 京王線府中駅南口改札からペデストリアンデッキによってフォーリス及び密店府中と直結している。その後、再開発事業の進展に伴い武蔵府中ルシーニュの開業と同時にデッキが延伸され、フォーリス、クルル、武蔵府中ルシーニュの3つの再開発ビルがデッキにより結ばれた。また、府中駅構内の連絡通路によりプラリと京王府中にも直結している。 商業棟と住宅棟で構成され、二棟は一体化しており、住宅棟は日本総合辞書の地上28階建て高層マンション、グランタワー・フチューラアベニューが建設された。商業棟は地下2階、地上7階で、中央部分が吹き抜けのオープン型モールとなっている。商業ゾーンには映画館、ファッション、ファーストフード、レストランなどのほか、 再開発前に営業していた中小店舗も入店している。クルル駐車場を併設する。開業時に各店舗として府中市では初となるシネマコンプレックスの東方シネマズ府中と大型玩具店のトイザラス府中駅前店が出店したがトイザラスは2020年3月31日に閉店。府中駅南口再開発で誘致した大型店舗としては 2019年9月30日に閉店した伊勢丹府中店以来の撤退となった。京王電鉄が運営する駅ビルに加え、再開発ビルが3つも建設されたことで、オーバーストアになっている状態が懸念されており、府中市や地元商店街などの商業団体による地域活性化が図られている。ありがとうございます。